俺も言うてなかったんやけど、はい、いろいろ俺が思うところがあって、うん、そのあのもうみんなには見えないものが見えるとか、あ、はいはい、例えばあこの人なんか変な感じやから悪いことないとええのになとか、うんうん、なんとなくふわっと分かってしまうというか見えてしまうのがすごく嫌で、あ、え、誠司さんがいわゆる霊感があるちょっと見えたりすることがある、そうえ、そんな初めて聞きましたけど、見えるとかその感じてしまう。で僕は例えばあの今日のねスタッフの中にあこの人なんか変な感じやな今日帰りとか近いうち気ぃつけた方がええでとか感じたとしてやで、はいはいはい、感じたとしてどうしたらそれを、スルーすることができるか、うんうんうん、どうしたらそれをまあ言うたらお祓いみたいなことね、はい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 、そのノウハウを持ってないから、あそれを今日気ぃつけた方がええでって言ってじゃあどうしたらいいですかと言われたとて、はいはいはい、どうしようもないから俺は。なるほど。だからその人を詰めてしまうだけやん、うん、メンタル的に、ええ、うわなんか嫌やなあんなこと言われたってなんかあの壺売る宗教みたいになってくるからなんかちょっと詐欺チックというか、そうですね、あの僕みたいな怪しい占い師みたいな感じになっちゃう、ね、そうそうじゃねえだろお前みたいになりたくないからなんでコラボしたんだじゃん今日そもそもこれ怪談チャンネルなんですよ僕の方後でやるんだよ、ドア玉から俺階段嫌いやねんって何すかそれ、だから階段が嫌いじゃない、階段は階段でもうそれ伝統芸能としてあるもんや誠司さんね、あの正直そういう霊感があるとかって話一切今までしたことないじゃないですか、だからこれを言ってしまうと、だからこれ今から言おうと思ってることをずっと子供の時から思ってるから、はい、そういうのを見えるという人でプロで商売してる人がおるやろ、はい、そういう人の茶碗をお箸を取り上げることになりかねんなと思って、俺ちょっとあの言うのをやめてたっていうのもあるのよ、それはなぜかというとその見えたことに対してキャーっていう映像とか、はい、再現ドラマとか、でバラエティなんかで見ると見えたキャー言うてるやん、もう見えてるから怖ないねん、あ